ユタ州はアメリカ合衆国西部にある州である。合衆国には1896年1月4日に45番目の州として加盟した。州の北はアイバホ州とワイオミング州に接し、東側はコロラド州に、西側はネバダ州に、南側はアリゾナ州に接している。南東の隅は方向ナーズと呼ばれる4つの州が、その角を接するポイントであり。 ここでニューメキシコ州とも接していることになる。夏時間を実施している。州と及び最大都市はソルトレークシティであり、州人口276万3885人の約80%はソルトレーク市を中心とするワサッチフロントと呼ばれる地域に住んでいる。このために州内の大半の地域にはほとんど人が住んでおらず、ユタ州は 国内で6番目に都市集中が進んだ州となっている。ユタの名はこの地に先住するインディアン部族、ユテ族にちなむ。ヨーロッパ人探検家がユタ州となった地域を訪れる数千年前、アナサジ族とフレモント族が住んでいた。これらインディアンはユトアステカインディアンの分派であり、定住性の民族だった。アナサ族は山の洞窟を住みかとし、フレモント族は 藁で家を作った。これらの部族は十五世紀頃に地域からいなくなった。別のインディアン部族であるナバホ族が十八世紀頃に住み着いた。十八世紀半ば、別のアステカインディアンであるゴシュート族、パイユート族、諸商ニ族及びユト族も地域に入ってきた。これら五部族が最初のヨーロッパ人が訪れた時の住人だった。ユタ州の南部地域は五百四十年に、 フランシスコ・バスケス・デコロなどが率いるスペイン人探検隊が伝説のシボラを探して探検していた。1776年、ドミンゲス・エスカランテ遠征隊と呼ばれることもある二人のカトリック教聖職者に率いられた集団が現在のニューメキシコ州サンタフェを経ってカリフォルニアの海岸に抜けるルートを見つけようとしていた。この遠征隊は北はユタコまで旅し先住民に出会っていた。 スペイン人はさらにこの地域を探検していたが、不毛な砂漠だったので、植民には興味を覚えなかった。1821年、メキシコがスペインからの独立を果たし、ユタの地域はアルタカリフォルニアの一部としてメキシコ領となった。19世紀初期は毛皮を求める罠漁師や公易業者がユタ地域を探検した。プロボシは1825年にこの地域を訪れた。 交易業者の一人、エティエンヌ・プロボストにちなんで名付けられた。オグデン氏は、ウィーバーバレーで毛皮を交易した、カナダ人探検家、ピーター・スキーン・オグデンにちなんで名付けられた。1824年、遅く、ジム・ブリチャーがグレート・ソルトコを目視した、最初の白人となった。その湖水の高い塩分濃度のために、ブリチャーは、太平洋を見つけたと思った。その後、 これは巨大な塩湖以外の何物でもないことが分かった。この湖が発見された後、数多い交易業者や罠漁師がその地域に交易拠点を設けた。1830年代、アメリカ合衆国の東部から西部に向かって旅した多くの人々がグレートソルト湖の地域で立ち止まるようになった。ブリガム・ヤング・モルモン教徒開拓者をグレートソルト湖まで導いた末日聖徒、 イエス・キリスト教会の創始者、ジョセフ・スミス・ジュニアが1844年に、イリノイ州、カーセージで殺された後、ナブユに残っていた信者1万1000人以上は、近隣との争いが絶えなかったが、教会の大幹長ブリガム・ヤングがその最大宗派の指導者として台頭した。ヤングとモルモン開拓者の最初の集団は1847年7月24日に、 ソルトレークバレーに到着した。その後の22年間、7万人以上の開拓者が平原を横切り、ユタに入ってきた。最初の数年間、ブリガム・ヤングと数千の初期開拓者は生き残るために戦った。不毛の砂漠地は干渉なしにその宗教を信仰できることで、モルモン教徒にとって理想の地と考えられた。ユタはアメリカ合衆国西部の各所にある多くの開拓地で、 その発信源となった。ソルトレーク氏はモルモン開拓地の広範囲に広がった実地領の中心だった。国内東部や世界中から教会への回収者の絶え間ない移住が続いて人口が増加し、教会主導層は西部中に開拓地を設立する要教会員に割り当てることが多かった。ユタのワサッチフロントの開拓地に始まり、考えによって かなり多い開拓者人口を収容できる開拓地の設立を可能にした。この地域は、霜が降りるので穀物栽培には適していないだろうと、ジム・ブリッチャーがヤングに忠告していたところではあった。19世紀の残り期間、モルモン開拓者はヤングからソルトレークシティ市を離れて、ユタの他の地域、アイバホ州、ネバダ州、アリゾナ州、ワイオミング州、カリフォルニア州、さらには、 カナダやメキシコまで数多い開拓地を設立するよう要求された。例えば、ネバダ州ラスベガス、アイダホ州フランクリン、カリフォルニア州サンバーナーディーノ、ワイオミング州スターバレー、ネバダ州カーソンバレーなどがあった。ユタ州内で著名な開拓地としては、セントジョージ、ローガン、マンタイ、さらにはパロアン、シーダーシティ、ブラフ、モアブ、バーナル、フィルモア、ニーファイ、 レバン、スパニッシュフォーク、プロボベンチ、プレザントグローブ、アメリカンフォーク、リーハイ、サンディ、マリー、ジョーダン、センタービル、ファーミントン、ハンツビル、ケーズビル、グランツビル、トゥーイル、ロイ、ブリガムなど数多くの町ができた。ヤングは、ロードの拡張主義的見解の持ち主であり、その全体をデザレットと呼んだ。これは、モルモン書によれば、ハチノスと訳されており、 ユタ周期にその絵柄が使われ、州のモットーである勤勉の由来となっている。その領域はアメリカ西部から西海岸までの総計でアメリカ合衆国の1、6の土地をモルモン京都の土地として要求していた。1847年に最初の開拓者が到着した時のユタはメキシコ領だった。1846年に始まった米北戦争の初期に、 アメリカ合衆国は、現在のニューメキシコ州やカリフォルニア州を確保し、1848年2月2日に、締結されたグアダルーペイダルゴ条約によって、現在のアメリカ合衆国南西部がメキシコから、移譲された。この条約は3月11日に、アメリカ合衆国上院で批准され、ユタジュン州は1850年妥協に従って1850年9月9日に、 創設され、ュ州都をフィルモアに置いた。ユト族インディアンにちなんで、中名はユタとされ、1856年にはソルトレークシティ市にュ州都が移った。末日聖徒イエスキリスト教会はその教会員の中で復婚、すなわち一夫多再生を実行していることで、モルモン教徒とアメリカ合衆国政府との間に圧力が生まれた。モルモン教徒は、 デザレット州の設立を推進したが、連邦政府はその範囲があまりに広大であることと、一多再生のために州設立を容認しなかった。モルモン教徒が一多再生を実行しているという話が広まると、彼らは非アメリカ人であり、反逆者とみなされるようになった。1857年、元売赤判事のウィリアム・ W ・ドラモンドなどによる、 準州政府の任務放棄と大衆の不動特性に関する特に悪質な告発があり、時のジェームズ・ブキャナン政権はユタに秘密の軍事遠征隊を派遣した。反乱とされた者が鎮圧されるとアルフレッド・カミングがブリガム・ヤングに代わって準州知事に就任した。このごたごたはユタ戦争と呼ばれるようになった。アルバート・ジョンストンが率いる軍隊が準州内に入る前に、 ブリガム・ヤングはソルトレーク式市内の全住人に市内から脱出して南のユタバレーに行くよう命令し政府軍の前進を遅らせるためにノーブーリージョンと呼ばれる軍隊を派遣した。荷車や物資が燃やされたが最終的に連邦軍は1858年に到着しヤングは順州政府の実権をカミングに渡した。ただし 後の歴史解説者の多くはヤングが順州の実権を持ち続けたと主張している。大統領が指名した知事が辞任することが続き、順州政府の伝統になったと指摘するものが多い。ジョンストンはヤングとの合意に基づき、ソルトレークシティ市の南西40マイルの地にキャンプフロイドを設立した。1861年10月に、 最初の大陸横断電信線が開通した時、ソルトレークシティ氏がその最後の結節点になった。ブリガム・ヤングは当時の大統領エイブラハム・リンカーンなど連邦政府の役人に宛てた最初の伝言を送った者たちの中にいた。南北戦争が始まり、1861年には連邦政府軍がユタン州内から撤退した。 軍隊が戦闘に参加するために東部に向かう前に、キャンプにあった物資すべてを再束三分で売り払ったので、地元経済にとっては恩恵になった。準州は、モルモン京都の支配下に入ったが、1862年に、パトリック・コナーが、カリフォルニアの志願兵連隊を率いて到着してから、事態が変わった。コナーは、ソルトレークシティ市の東3マイルに、ダグラストリデを設立し、 ヒモルモン京都を巡州内に誘致するために部下の兵士たちには鉱物資源を探索することを奨励した。トゥイル軍で鉱物が発見され、甲府たちが巡州内に集まり始めた。1865年に始まったユタブラックホーク戦争は巡州の歴史の中でも最も凶悪な紛争に発展した。1870年にアントンガブラックホーク州長が死因だが、 1872年にゴーストダンスを鎮圧するために連邦政府軍が援軍を送り込むまで戦闘が起こり続けた。この戦争は三つ度もえの戦いになったことでインディアン戦争の中でも得意である。アントンガ・ブラックホークの引き、馬を多用するティンパノゴスのユト族が連府政府軍とモルモン教徒の部隊に駆逐された。1869年5月10日。 グレートサルトこの北、プロモントリーサミットで最初の大陸横断鉄道が開通した。この鉄道開通によって次第に州内に入る移民の数を増やし、幾人かの影響力ある事業家が資産を築いた。1870年代と1880年代に一夫多妻制を違法とする法律が成立し、モルモン協会は1890年の綱領で一夫多妻を禁止した。 ユタが再度就職を申請すると、この時は認められた。就職を認める条件の一つとして、州憲法に一夫多妻制の禁止が盛り込まれた。この条項はその後に、就職を果たした西部の州では必要とされる条項となった。就職は1896年1月4日に正式のものとなった。1940年代頃に、 世界初のフィルムコミッションが設立された。1953年5月19日、ネバダ州にあるネバダ核実験場においてなされた核兵器の核実験による死の灰がユタ州南部のセントジョージ市などに到達し、多数の住民が被爆した。1978年により、サンダンス映画祭が毎年1月にパークシティにおいて開催されるようになった。 20世紀の初期から州内にブライスキャニオン、国立公園やザイオン国立公園、アーチーズ国立公園などの公園が設立され、ユタ州は自然の景観美で知られるようになった。州南部は乾燥神話の多い場所が多いので映画撮影のための人気ある場所となり、デリケートアーチやモニュメントバレーのミトンズのような自然の目印となるものはすぐに 国民の大半に認識されるようになった。1950年代、1960年代、1970年代と、週間高速道路が整備され、これら週南部の景観が良い地域へアクセスしやすくなった。1939年にアルタスキー場が開設されてからは、世界でも名高いスキーリゾートとなった。ワサッチ山脈の乾燥しパウダー状の雪は、 世界でも最もスキーに適していると考えられており、ユタ州の車のナンバープレートには地球上でも最も偉大な雪という表示がある。ソルトレークシティ市は1995年に2002年、冬季オリンピック開催地に選ばれ、地域経済に大きな公共をもたらした。スキー場の人気が高まり、オリンピックに使われたワサッチフロントに散らばる多くの会場は現在でも スポーツイベントに使われている。さらにこのオリンピックは、ウタドラックスと呼ばれる、ソルトレークバレー内のライトレール体系の発展に、清市、市周辺の高規格道路の再整備につながった。1957年、ユタ州は、州立公園委員会を創設し、4つの州立公園を指定した。今日では43の州立公園といくつかの未開発地域があり、 その総面積は9万5千エーカー、水域は100万エーカー以上となっている。北は、アイダホ州との宗教にあるベアコ州立公園から、南東方コーナーズにある、エッジオブザ・シーダーズ州立公園博物館まで、州内のあちこちに散りばめられている。ユタ州立公園には、オフハイウェイ車、ボーティング及び散策道の各事務所がある。20世紀後半に、ユタ州は、 急速に成長した。1970年代の成長は郊外化が華々しかった。当時、サンディの町が国内で最も成長速度の高い都市の一つだった。今日では、州内のあちこちで人口増加が起こっている。デイビス軍北部、ソルトレーク軍の南部と、西部、サミット軍、トゥーイル軍東部、ユタ軍、ワサッチ軍及びワシントン軍で、 成長速度が高い。開発のために農業用地や原生地がなくなっていくので、交通と都市集中が大きな政治問題になっている。ユタ州、アーチーズ国立公園にあるデリケートアーチユタ州は方コーナーズ州の一つであり、北部でアイダホ州及びバイオミング州、東部でコロラド州、南東隅でニューメキシコ州、南部でアリゾナ州、並びに西部で ネバダ州と隣接している。総面積は84,899平方マイルである。宗教がそれぞれ一つの井戸あるいは、軽度の上にある直線で構成されている州として、合衆国に三つある州の一つである。ロッキー山脈、グレートベースン、コロラド高原という三つの地形的に特徴のある地域があり、砂丘のある乾燥した砂漠から、 松の森林に覆われた山岳部のバレーまでがある。ユタ州を定義している特徴の一つには、自然的特徴から見た多様な地形がある。州の北中央部には、海抜約1万2000フィートとソビエルはサッチ山脈がある。これらの山脈の一部は、毎年500インチ以上にも及ぶ積雪があり、スキーにとっていい環境である、軽く、 ふわふわした雪が評価を得ている、世界的に名高いスキーリゾートの拠点になっている。ユタ州の北東部は、東西方向に1万3000フィート、またはそれ以上に高くそびえる、ユインタ山地がある。標高1万3526フィートとユタ州の最高地点である、キングスボンは、ユインタ山地に位置している。 ワサッチ山脈西側6には、ユタ州の最も人口が多い場所であるバレーと盆地が連続しているワサッチフロントである。オグデン、ソルトレークシティ、レートン、ウエストバレーシティ、サンディ、ウエストジョーダン、オレム、およびプロボの主要な都市は、北端のブリガムシティから南端のニーファイまで、ほぼ一続きになって、この地域内に位置している。 ユタ州の人口のお,およそ75%はこの回廊地帯で暮らしていて人口の増加が急である。ユタ州西部は起伏が交互に連続するベースンレンジ地形であり、植生的には大部分が不毛の砂漠である。小規模な山脈と岩だらけの地形が風景を際立たせている。しかし、ボンネビルソルトフラッツは例外的に比較的平坦である。 ユタ州西部の大部分はボンネビル湖に覆われていたことがあった。ボンネビル湖は、クレートベースン東部の大半に広がっていたので、クレートソルト湖、ユタ湖、セビア湖及びラッシュ湖はすべてこの古代の淡水湖の名残である。クレートソルト湖の西側は、ネバダ州境まで、クレートソルトレイク砂漠であり、ユタ州内で最も不毛な地域である。この乾燥地帯で、唯一の例外は、 スネークバレーであり、スネーク山脈、ディープクリーク山脈など、スネークバレーの西にある鉱山帯から、雪が溶けてできる地下水で、大きな泉や湿地があり、比較的緑が豊かである。スネーク山脈南部のネバダ州との宗教には、クレートベースン国立公園がある。ユタ州西部の有名な観光地は、デルタの西にあるノッチボンであり、北、アメリカで最も高い石灰岩の崖がある。 州内の軍区分図南部と南東部の大半の景色は、砂岩であり、特に海塩田砂岩とナバホ砂岩が有名である。メキシコのカリフォルニア湾まで続くコロラド川並びに、その支流は砂岩を激しく侵食し、その間を縫うように流れている。また、風と雨も100万年以上前から柔らかい砂岩を侵食している。渓谷、小峡谷、アーチ、戦闘、ビュート、 絶壁およびメサは、ユタ州南中部並びに南東部の至るところで見ることができる。この地域には、アーチーズ、ブライスキャニオン、キャニオンランズ、キャピトルリーフ、およびザイオンの各国立公園、シーダーブレイクス、グランドステアケースエスカランテ、ホベンウィープ、およびナチュラルブリッジスの各国立モニュメント、クレンキャニオン国立レクリエーションエリア、 デッドホースポイント及びゴブリンバレーの各州立、公園、並びに、モニュメントバレーがあり、人気のある写真や数多くの映画の撮影場所とも、なったところでもある。南東部は、ラサル、アバホ及び、ヘンリーの各山脈がある。中東部は、標高の高い地域であり、特に、タバプッツ大地やサンラファイルスウェルなど、大地や盆地で大半が覆われ、近づきがたいままである。 ユインタ盆地には、東部人口の大多数が住んでいる。経済の根幹は、工業、オイルシェール、石油及び天然ガスの採掘であり、牧畜業や観光業もある。東部の土地の多くは、ユインタユアレイは例インディアン居留地の部分になっている。北東部で人気のある、観光地はバーナルに近いダイノソー国立保護区である。南西部は最も標高が、低く。 また最も暑い地域である。初期の開拓者がここで綿花を栽培できたので、リキシーと呼ばれている。南西部の外れにあるビーバーダムボッシュが州内で最も標高の低い地点であり、約2000フィートである。モハーベ砂漠の最北部がこの地域にかかっている。ディキシーは急速にレクリエーションと引退後の目的地になっており、人口が急増している。ワサッチ山脈は ニーファインに近いネボ山で終わるが、この山地の終端から複雑な一連の山地がユタ州の背骨に沿って南に伸びている。ディキシーの北、シーダーシティの東には州内で最も標高の高いスキー場であるブライアンヘッドがある。アメリカ合衆国の西部と南西部の州と同様に連邦政府がユタ州内の土地の多くを所有している。土地の70%以上は 土地管理局の公有地、ユタ州新宅土地、国有林、国立公園、国立モニュメント、国立レクリエーション地域あるいは保護原生地となっている。ユタ州は乾燥気候から砂漠気候に分類されるが、多くの山岳部は様々な気候となり、ユインタ山脈の最高地点は森林限界より高い。乾燥した気候は、 カリフォルニア州とネバダ州のシエラネバダ山脈の雨陰にあるからである。州の東半分はガザッチ山脈の雨陰になる。州内の降水量の源は太平洋であり、10月から5月に多い太平洋西暴風の通り道にある。夏季には特に南部と東部がカリフォルニア湾から吹いてくるモンスーンの通り道になる。低標高地域の大半は 年間降水量が12インチ未満であり、週間高速道路15号線が通るワサッチフロントは年間降水量が約15インチになる。グレートソルトコ砂漠が最も乾燥し、降水量は5インチである。南部外れのバレーを除き降雪は普通に見られる。セントジョージの年間降雪量は約3インチに過ぎないが、ソルトレークシティ市では約60インチにもなる。 これは、グレートソルトコの湖水降下雪によるものであり、湖の南、南東及び東で雪が多い。湖水降下雪の降る、わざっち山脈の一部では、年間降雪量が500インチにもなる。常に乾燥して、ふわふわした雪が降るので、1980年代に地球上で最も偉大な雪というスローガンを採用するようになった。当期には、 気温の逆転が起こり、特に、ユインタボ盆地では深いもやや霧が数週間続くことも、ある。冬以外では、空気が綺麗であるが、冬の逆転現象のために、国内でも最悪の大気汚染の地となっている。冬季のグレートソルト湖に近い山脈ユタ州の気温は、極端に走りやすい。その標高ゆえに冬は寒く、夏は、 山岳地と鉱山のバレエを除いて全体に大変暑い。通常は州の北部と東部にある山岳地のおかげで冷たい空気が吹き込むことから守られているが時として寒帯の冷たい空気が吹き込むことがある。1月の平均最高気温は北部のバレエでの下市30度程度からセントジョージの歌詞55度まで幅がある。州の大半の地域で 下市0度以下まで冷え込むことがあり、ランドルフの街の場合などそうした日が年に50日も、あるところもある。7月の平均最高気温は、約歌八85度から下市100度である。しかし、低湿度と高標高のために、温度変化が大きく、夏の夜は冷涼である。週内の過去最高気温は2007年7月4日に、セントジョージで記録された下市118度であり、 過去最低気温は1985年2月1日に北部のベアリバー山脈にあるピーターシンクスで記録された歌六69度である。ただし、人の住んでいる地域での過去最低気温は1932年12月12日にウッドラフで記録された歌四49度である。西部の州の大半と同様に雷雨が来る日は少ない。年間平均で四十日未満であるが、起こった時は、 短時間だが激しくなることがある。特に南部と東部では7月半ば頃から9月半ばのモンスーンの季節に起こりやすい。乾燥した落雷と害して乾燥した気象のために夏は山火事を発生することもあり、また南部の岩の多い地形では特に鉄砲水を生むこともある。北部では春が最も雨の多い季節であるが南部や東部では晩夏に雨が多い。 竜巻はあまり発生せず、年間に2個ほどであり、その強度も EF1 を超えることは滅多にない。しかし、1999年8月11日に、ソルトレークシティ中心街を抜けた、ソルトレーク式竜巻は、前例のない会議の強度であり、1人が死亡、60人が負傷し、被害総額は1億7000万ドルに上った。ユタ州の歴史の中で、 1884年7月6日にサミット群でキャンプをしていた7歳の少女が竜巻で亡くなったのがもう一つの死亡災害である。最近の竜巻としては2002年9月8日に満体を襲った郷土海2のものがあった。1993年8月11日にルーシェインの北ユインタ山脈の標高1500フィートの地を襲った郷土海3の竜巻は ボーイスカウトのキャンプ場に被害を与えた。この竜巻はユタ州で記録された最強強度となっている。人口密度図ユタ州の人口重心はリーハイ種があるユタ軍となっている。2010年国勢調査によるユタ州の人口は276万3885人となっている。2008年の国勢調査局調査では国内で 最も成長速度の高い州となっていた。州人口の大半は、ワサッチ山脈がその東側を南北に走っている、都市圏であるワサッチフロントに並ぶ都市と町に住んでいる。ワサッチフロント以外の地域でも人口は増加している。セントジョージ都市圏は、ラスベガス都市圏に次いで、国内2番目に成長速度の高い都市圏であり、ヒーバーショート市圏もフロリダ州、パームコーストに次いで、 国内2番目に成長速度の高い小都市圏である。ユタ州には5つの大都市圏、並びに5つの小都市圏がある。なお、2009年度の健康度統計調査においては、ユタ州は全米第2位であった。この州の人種による構成比は以下の通りである。この州内で祖先による構成比は以下の通りである。 1847年のモルモン開拓者移住以来、ソルトレークシティに定着したキリスト教系新宗教の末日聖徒イエスキリスト教会によって開かれた州であり、近年では他州諸外国からの移民の流入などにより京都の割合が年々減ってきているが、2007年時点でもモルモン京都が全州人口の約60.7%を占めている。 モルモン共和に大政党に対して中立政策をとっているが、教会の協議は政治に対して強い影響を与えている。教会の協議の別の影響力の現れとして高い、出生率が上げられ、全国平均よりも25%高く、合衆国の中で最も高い州である。ユタ州のモルモン共和は政治的な問題では保守的になる傾向があり、有権者の大多数は、 共和党に投票することの多い無党派層である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョン・マケインが62.5%を獲得し、2004年のジョージ・ W ・ブッシュは70.9%を獲得した。末日聖徒、イエス・キリスト教会のソルトレーク神殿、テンプルスクエアにあり主要な観光地となっている2008年時点で、 ユタ州の人々の信仰する宗教による構成比は以下の通りである。経験で穏やかな人々が培ってきた風土であるとされ、治安も良いことで知られる。ユタ州は出生率が高く、国内で最も平均年齢が若い。男性の数が女性のそれを上回っていることでは、数少ない避難部州の一つである。2000年時点で女性は49.9%、 男性は50.1%となっている。ユタ州の都市一覧、ABC 準人口別による、順位2000年度の国勢調査によると、ユタ州は1990年から2000年の10年間に、アメリカ合衆国内で4番目に早い成長を遂げた州であり、2010年度の国勢調査では、2000年から2010年の間に、 ネバダ州に次いで2番目に成長速度の高い州となった。南西部にあるセントジョージはラスベガスに続いてアメリカ合衆国内で2番目に早い成長を遂げた都市圏である。2010年度の国勢調査で州内の人口成長速度の高い軍はワサッチ軍、ワシントン軍、トゥーイル軍の順だった。増加した絶対数ではユタ軍が万八千二十八人で最大だった。 2000年から2010年にかけて大きな増加が見られた都市は、サラトガスプリングス、ヘリマン、イーグルマウンテン、シーダーヒルズ、サウスウィーラード、ニブリー、シラキュース、ウェストヘイブン、リーハイ、ワシントン、スタンスベリーであり、すべて2倍以上となった。多くのアメリカ合衆国の州と同じく、ユタ州政府は、行政、立法、司法の3県が分立している。 行政府の主張である、州知事の任期は4年間である。立法府のユタ州議会は、上院と下院の両院制である。上院議員は、任期4年間であり、下院議員の任期は2年間である。会期は、毎年1月に始まり、45日間である。司法府の最高機関は、ユタ州最高裁判所であり、5人の判事は知事によって、指名され。 その後審査投票が行われる。高訴裁判所は第一審裁判所から上がってきた事件を取り扱う。第一審裁判所とは地区裁判所と治安裁判所である。すべての判事は最高裁判所判事と同様に指名後に審査投票が行われる。ユタ州は軍として指定される政治証区分に分割される。1918年から 現在の29軍体制となっており、その広さは304平方マイルから7821平方マイルまである。ユタ州は、準州時代の1870年に女性の参政権を認めた。これは州に昇格する26年も前のことだった。アメリカ合衆国の中では、ワイオミング州に次いで2番目だった。しかし、百七十二年、準州政府における、 モルモン教の影響力を抑えるために、連邦政府はエドマンズタッカー法を通した。この法の一つの条項は、女性参政権の撤廃だった。ユタが州に昇格した1896年になって、女性参政権が復活した。1972年に提案された、男女平等権に関するアメリカ合衆国憲法の修正提案を、ユタ州は批准しなかった。 他に14の州がこの条項を批准せず、修正は成立しなかった。ユタ州憲法は1895年に発行した。この時、ユタが州昇閣を申請した時の連邦議会の要求に、従って一夫多再生を違法としたこと、準州時代に制定した女性参政権を復活させたことが特筆される。その発行以降、何度も修正を重ねてきている。 ユタ州はハワイ州と並んであらゆる形態のギャンブルを違法とすることでは二つしかない州の一つである。またアルコール飲料を統制する州でもある。ユタ州アルコール飲料統制省はアルコールの販売を規制している。ワインやスピリットは州営の酒販売店でのみ購入でき、地方政府は日曜日にビールなどのアルコール飲料の販売を禁止できる。グロサリーストアや コンビニエンスストアでの果実主販売を禁止している。州法では商品の全面に州が承認したラベルを貼り、アルコールが含まれていることとその濃度を太字の大文字で表示しなければならないとしている。近年では州政府 IT を利用した情報処理の一元化、効率化に積極的に乗り出している。また、二千八年八月四日より環境問題へ配慮して、 通勤による車の排気ガスを減らし、また渋滞解消や節電、節税効果などを狙って、大学、裁判所、刑務所などを除く州の職員の7割を、1日の勤務時間を増やすことによって、週4日勤務制にすることを決めた。2007年に、教育における親の選択についての法律が成立した。ユタ州には、死刑制度があり、 その執行方法は2004年に薬物注射によるものに限定されたが、それ以前は銃殺によるものも選択可能だった。2010年6月18日に1985年に死刑判決を受けて自ら銃殺刑を希望した囚人に対して1996年以来となる銃殺刑が執行された。この銃殺刑はアメリカにおいて 死刑制度が復活した1976年以降3件目で、残り2件もユタ州で執行されている。モルモン教徒が開いた州なので、政治、法律にもそれが影響している。飲酒、喫煙等には政権がかけられているが、観光客や非モルモン教徒の増加もあり、近年変化が見られる。 特に酒を専門に飲むバーは会員制であったが2009年夏より廃止され会員登録や会費は必要なくなった。またアルコールの販売は州の酒販売店に限られている。こちらは特に会員制度をとっているわけでもなく通常の酒屋と変わらない。ウィスキー、バーボン、日本酒、ワイン、ラム等一通りすべて揃っている。市内のモール内にある飲食店で 日曜日にアルコールを提供する関係で教会と揉めている。ソルトレークシティ市内の教会員の割合も50%を切っている現実から現実に即した対応も必要になってきている。観光地ではワインフェスティバルも開催され、市内のイベントや歌集祭ではビールなど普通にアルコール類が提供されている。住民の多くが末日生徒イエスキリスト教会の会員であり、 妊娠中絶、同性愛に反対している。近年、他州や諸外国からの人口の流入に伴い、妊娠中絶や同性愛の権利を掲げる、大規模なデモが、州都ソルトレイクシティなどで毎年行われている。また、現州知事のゲイリー・ハーバートは、同性愛団体の一つと会談し、同性愛者に対する差別をすべきではないと、明言している。 ユタ州会議児童19世紀後半、連邦政府は、末日聖徒、イエス・キリスト教会の一夫多妻制を問題にした。教会は1890年に復婚を禁止し、1896年にユタが州に昇格した。モルモン開拓者の後に、多くの新しい人々が州内に入ってきた。モルモン教会員と非教会員との間の関係は、しばしば歪みを生じさせてきた。 この歪みは、ユタ州の歴史の中で大きな要素となってきた。ユタ州選出のアメリカ合衆国上院議員は二人とも共和党員である。また、同会員議員三人のうち、二人が共和党員、一人が民主党員である。2009年にユタ州知事であったジョン・ミード・ハンツマンが、オバマ政権下での中中国大使に任命された。 その公認は2009年8月11日に就任した共和党のゲイリー・ハーバートである。末日政党イエス・キリスト教会は政党やその候補者に関して中立政策をとっている。ユタ州は圧倒的に共和党の強い州である。テキサス、アイバホに並ぶ保守共和党の画像であるとされる。モルモン教徒と辞任する者たちは非教徒よりも共和党に投票する。 可能性が高い。1970年代、当時のモルモン教十二使徒の一人、エズラ・タフト・ベンソンは AP 通信の記事で忠実なモルモン教徒がリベラルな民主党員になるのは難しいと語っていた。モルモン教会は多くの場合にそのような声明を公式には否定してきたが、モルモン教徒の民主党員を含め民主党候補者は、共和党は、 競技的に優れているという観念に共和党が乗じていると考えている。政治学者活用論調査評論家のダン・ジョーンズは全国的な民主党はモルモン協会の反対している同性結婚と人口中絶認可についてリベラルな立場にあることを挙げてこの断絶を説明している。モルモン教徒の多いユタ軍の共和党はそれ自体が モルモン教会にとっての優先される選択だとしている。ユタ軍の民主党候補がモルモン教徒であり、社会的に保守的で妊娠中絶反対の立場であったとしても、1994年以降、民主党はユタ軍で勝っていない。ブリガム・ヤング大学の社会行動学,学部長のデイビッド・マグレビーは、昔から民主党員で政治アナリストであるが、共和党は現実に、 モルモン教会よりも保守的であると主張している。マグレビーは地方の保守的な民主党員はモルモン教会の協議とうまく合致するとも論じている。例えばユタの共和党は妊娠中絶についてほとんど反対しているのに対し民主党は全国民主党に比べて保守的であってもよりリベラルなアプローチをしている。アメリカ合衆国憲法修正第2条に関する問題で 共和党は礼拝所や公共空間で武器を隠し持つことに反対するモルモン教会と一見が一致していない。1998年、モルモン教会はユタ州民が共和党の教会の機関だと考えることに懸念を表明し、州政の民主党員で教会70人定員のマーリン・ジェンセンが教会の二大政党制を促進することを容認した。ユタ州は アメリカ合衆国全体よりもかなり保守的であり、特に社会問題でそうである。デイビッド・マグレビーによれば、山岳西部の他の共和党が強い州、例えばワイオミング州と比較して、ユタ州の政治は道徳に規範を置き、自由主義的な性格は少ない。ユタ州議会議員の約80%はモルモン教徒であるが、人口対するモルモン教徒の構成比は、 約61%である。1896年に、州省閣を果たして以来、ヒモルモン教徒の州知事は二人に過ぎない。2006年、州議会は、生物学的に異なる親が合同で、子供の親権者となることを禁止する法を成立させた。この法は議会を通り、語形的な支持者である知事には拒否権を発動された。カーボン軍の民主党員は、 一般的にその祖先が20世紀初期に鉱山で働くために移民してきたギリシャ、イタリア及び南東ヨーロッパ出身のものが多い。この集団に共通の見解は特にニューディール政策の時代の労働問題政策に大きく影響されている。サミット軍の民主党員は1990年代にカリフォルニア州からスキー場のある パークシティに移転してきた富裕層の副産物である。その見解は一般に労働組合に支持される経済政策とリベラル派に支持される社会政策を支持することである。最も共和党寄りの地域はユタ軍であり、ここにはプロボシのブリガム・ヤング大学があり、他はほとんど田園部である。この地域は一般に全国的な心境の権利の見解に沿って、 社会的に保守的な見解を持っている。ユタ州は1964年以来民主党の大統領候補を選んでこなかった。共和党候補はこの州で最高の得票率を上げることが多かった。1976年、1980年、1984年、1988年、1996年、2000年、 および2004年の選挙で全国一の得票率となってきた。1992年、当選した民主党候補ビル・クリントンは、ユタ州でジョージ・ H.W. ブッシュと独立系のロスペローの後人を敗して第3位となり、この点では唯一の州となった。2004年、共和党候補のジョージ・ W. ブッシュは、ユタ州内全軍を制し、 どの州よりも高い得票率差でユタ州を制した。その得票率は71.5%であり、得票率の差は46%でユタ州の選挙人5名を獲得した。1996年の選挙では共和党候補が比較的少なく54%の得票率だったが、それでも民主党候補の34%を上回った。ワサッチフロントは、 最近の経済不況にも関かかわらず大きな成長を遂げている。ソルトレークシティ中心街にあるシティクリークセンターのプロジェクトは150ないし250億ドルと評価されている。ユタ州南部の第4国立公園、州内には5つの国立公園がある。アメリカが州国経済統計局によると、2010年度のユタ州の州内総生産高は1145億米ドルだった。 これはアメリカ合衆国国内総生産高の0.78%に相当する。一人当たりの収入は2005年に24,977米ドルだった。2007年の州の新経済指標ではユタ州の経済的力強さが評価されて国内第1位になった。この評価は州の経済が知識に基づき地球規模に行われ新規企業が行われ、 情報技術が推進力となり革新が行われているかをそれらの程度で評価されるものだった。2010年10月雑誌ホーブスの事業に適した州の評価でも第一位になった。雑誌ニューズウィークの2010年11月版ではユタ州の特にソルトレークシティの経済状況を特集し新しい経済の財運と呼んでこの地域が いかに高級を払える仕事を持って来られるか、不況の中でもハイテク会社を地域に引き付けられるかを検証した。2010年1月時点で、州内の失業率は6.8%である。主要産業は、工業、牛の牧畜業、塩の生産業、及び行政である。州東部では、石油生産が主要産業である。ソルトレイクシティの近くでは、多くの会社が、 石油の生成を行っている。中部では工業の中でも石炭の生産が盛んである。近年ネットワークビジネスが躍進したがリーマンショック以降不振である。航空宇宙産業、軍事の中心地でもあり、近年はソルトレークシティを中心に IT 関連のハイテク産業も活発である。工業については特に銅の産出が有名であり、 石炭の産出も多いが、近年、ユタ州東部を中心に、鉱物資源として、オイルサンドオイルシェールが豊富なことが注目されており、2008年より、三井物産を含む複数の企業が、オイルシェールの事業化に乗り出している。ユタ州は、個人の所得税を徴収している。税率は2008年以降は、すべての納税者について、一律5%となっている。 ユタ州の消費税率は6.5%が基本であり、都市や軍によって様々な税率で上乗せしている。資産税は地方政府で評価され徴収される。無形資産に対する課税はなく、また、相続税も課さない。観光業はユタ州の主要産業であり、中でも年間を通じたアウトドアのレクリエーションがよく知られている。5つの国立公園があり、 アラスカ州とカリフォルニア州に次いで国内では3番目に多い。さらに7つの国立モニュメント、2つの国立レクリエーション地域、6つの国有林、また多くの州立公園や保護区がある。州南東部にあるモアブの地域はスリックロックなどマウンテンバイクの道で知られている。また半年ごとに有名なモアブジープサファリが開催されている。ユタ州は ウィンタースポーツでもよく知られており、2002年、冬季オリンピックを開催して、以来観光客も増加している。パークシティは、アメリカ合衆国スキーチームの本拠地である。スキー場は主に北部にあり、ソルトレークシティ、パークシティ、オグデン、プロボの近くである。2010年、160万人以上が購読している、スキーマガジンの購読者2万人以上の投票で、 パークシティのディアバレーは4年連続で北アメリカのスキー場第1位になった。北部のスキー場は雪の正常が良く世界クラスの快適さがあることに加えソルトレークシティという大都市や国際空港に近く他のスキー場も近くにあるのでスキーを楽しむ人は1日でいくつかのスキー場に行くこともできるという便利さで観光客に愛されている。他の大きなスキー場がある州では スキー場が遠隔地にあり、大都市とも離れ、互いに距離があることとは対照的である。2009年のスキーマガジン読者調査では、アクセスの良いスキー場として充血のうち6カ所、また雪の正常が良いスキー場として充血のうちやはり6カ所がユタ州内のスキー場である。州南部ではブライアンヘッドスキー場がシーダーシティ近くの山にある。オリンピックで使われた。 ユタオリンピックパークやユタオリンピックオーバルは現在でもトレーニングや競技会で使われておりスキージャンプ、ボブスレー、スピードスケートなど一般の人も多くの機会に参加できるようになっている。ユタ州ではテンプル広場、サンダンス映画祭、レッドロック映画祭、ドクター映画祭、ユタシェイクスピア祭など文化的な呼び物も多い。雑誌フォーブスによればテンプル広場には 年間500万人以上の観光客が訪れており、アメリカ合衆国では16番目に多い観光地となっている。その他の見どころとしては、モニュメントバレー、グレートソルト湖、ボンネビルソルトフラッツ及びパウェル湖がある。ブライスキャニオン国立公園の盆地の冬景色、ソルトレーク群に居あるビンガムキャニオン鉱山は、世界最大の露天掘り鉱山である。工業は、 ユタの開拓が始まって、以来、主要産業であり続けている、ユタ州とワイオミング州の宗教にある、歓迎看板19世紀後半から、世界最大の露天掘り鉱山である、ビンガムキャニオン鉱山を含め、工業が盛んであり、多くの会社が職を求める移住者を引きつけてきた。ユタ巡州の時代から、工業は、ユタの経済に、大きな役割を果たしてきた。トゥイル軍のマーカー。 ワシントン軍のシルバーリーフ、ジューアブ軍のユーレカ、サミット軍のパークシティ及びカーボン軍のキャッスルゲート、スプリングキャニオン、ハイアワサなど炭鉱町を含め歴史ある鉱山町がある。これらの町はアメリカ合衆国西部にある鉱山町と同様に公共特況のサイクルを味わってきた。冷戦時代の初期、州東部ではウランが再興された。今日でも工業は ユタ経済にとって主要産業であり続けている。産出される鉱物は銅、銀、モリブデン、亜鉛、鉛、ベリリウムなどである。化石燃料としては石炭、石油、天然ガスなどであり、特に東部のカーボン群、エメリー群、グランド群、ユインタ群で産出されている。週間高速道路15号線と銅85号線が週内の主要週間。 高速道路であり、ソルトレイクシティ近くで交差し、一部区間では合流している。週間高速道路15号線は、南のアリゾナ州からセントジョージ近くで、州内に入り、ワサッチフロントに並行して北上し、ポーテージ付近でアイバホ州に入る。週間高速道路80号線は、ウェンドーバーでネバダ州から入って、州北部を東西方向に走り、 ソルトレークシティの東で、ワサッチ山脈を横切り、エバンストン付近で、ワイオミング州に入る。週刊高速道路西84号線は、アイガホ州ボイシからスノービル近くで、州内に入り、トレモントンからオグデンまでは、週刊高速道路15号線と合流し、その後は南東に、ワサッチ山脈を抜けて、 エコージャンクション近くで、週刊高速道路80号線と交差して終わる。週刊高速道路70号線は、週中央部の後部フォートで、週刊高速道路15号線から分かれ、東の山岳部と砂漠の地形を抜け、週南部の国立公園や国立モニュメントにアクセスすることができ、その景観日で特筆される。 サリナからグリーンリバーまでの103マイルが1970年に開通したとき何もサービスがない区間としては国内最長であり1943年にアラスカハイウェイが開通して以来国内最長の全く新しい区間となったソルトレークバレーのライトレール体系であるトラックスには3つの線があるサンディ線はサンディ郊外に始まり ソルトレイクシティ中心街で終わる。ミッド上段線はバレーの南西郊外地、デイブレイクコミュニティに始まり、ユタ大学で終わる。ウェストバレー線はウェストバレーで始まりソルトレイクシティ中心街で終わる。この体系は拡張工事が行われており、2014年までにあと2つの線が開通する予定である。ソルトレイク国際空港に行く路線が特に期待されている。 トラックスを運行するユタ州交通局はバス便も運行しており、バサッチフロントの全体、西のトゥーイルや東のスキー場への陶器に運行される便もある。いくつかのバス会社が陶器にスキー場へ行く便を運行し、地方のバス会社はローガン、セントジョージ、シーダーシティの各市で運行している。フロントランナーと呼ばれる通勤列車は、 ソルトレークシティとプレザントビューの間で運行されており、現在南のプロボまで延伸工事が行われている。アムトラックの列車カリフォルニアゼファーは、毎日東西方向に上下便が運行され、グリーンリバー、ヘルパー、プロボ及びソルトレークシティで停車する。ソルトレークシティ国際空港が州内唯一の国際空港であり、デルタ航空のハブ空港として機能している。この空港は、 アメリカ合衆国の中で出発時間の正確なこと、またキャンセルが少ないことで第1位となっている。この空港から合衆国内、カナダ及びメキシコ、さらにはパリや東京まで100以上の目的地に直行便が運航されている。モアブに近いキャニオンランズ飛行場、シーダーシティ地域空港、プロボ市民空港、セントジョージ市民空港、及び バーナル地域空港も数は限られているが商業便が運航されている。2011年1月12日に全く新しいセントジョージ市民空港が開港し、それまで台地の上にあって拡張の余地がなかった旧空港に置き換わった。スカイウエスト航空がセントジョージにも本社を置いており、ソルトレイクシティをハブとしている。最近フロンティア航空が毎日プロボから デンバーのハブ空港までの定期直行便を毎日運行するようになった。これまでのところは成功している。ユタ州は教育熱心な州として知られ、州予算のおよそ7割を教育に費やしており、高校の卒業率、大学進学率は全米1.2位を争う。2007年には教育における親の選択についての法律が成立し、これに伴い、 高校までの私立学校への入学、転入を州政府が奨学禁止給という形で後押しする制度が提案された。この制度はより良い教育を受ける機会を増やし、人口増加による公立学校への負担を減らすことができるが、競争の激化や公立学校のレベル低下につながりかねないことなど懸念があり、また現在私立学校へ通っている家庭には恩恵がないことなどから、 住民投票によって否決された。2002年にソルトレークシティオリンピックが開催された。NBA のユタジャズはソルトレークシティのエナジーソリューションズアリーナで試合を行っている。他のスポーツチームは1869年に岩倉智美を団長とする岩倉施設団が訪れた史実もあるせいか、意外と親日的な土地柄であるとされる。太平洋戦争中に 日系人の強制収容に唯一反対した州であり、また戦後も日系人を多く受け入れてきたため、現在でも日系人の割合が比較的高い州のうちの一つである。外国人タレントのケント・デリカット、ケント・ギルバートは、末日生徒、イエス・キリスト教会の宣教師として来日した経緯があり、双方ともにユタ州育ちである。ありがとうございます。